さあ交流戦やってきました。交流戦からですね、後半みたいなもんですね。こっからはマジックつくまで、前回も一緒でマジック点灯までやったんで、マジック点灯まで進めたいと思います。さあで9ゲーム差でしたっけ、9ゲーム差だったんで変わらないけど、ちょっと順位が落ちちゃいましたね。うわー10ゲーム差、あー最下位になっちゃった。10ゲーム差でもまだまだじりじり離され、ちょっとずつ離されてるのか。で中日が調子よくなっちゃって上がっちゃいましたね。11ゲーム差、9ゲーム差、8ゲーム差、あでも差は開いてない、むしろ縮まってる 7.5 ゲーム差。あちょっと、でもなかなかやっぱり前回が8月の何日 ?11日でマジックついたんで、スワローズに。今回はどこまで粘れるのか。でもやっぱちょっとじりじり離されてますね。ちょっと自力が足りないのかな。13.5。順位も5位に落ちちゃいましたね。マジックついた。8月15。やっぱこの辺でつくのかな。8月15日でマジックつきましたね。じゃあ今回短縮のために行きますか、もう。先進めちゃいましょう。日本シリーズ開幕まで、あ、じゃあここら辺まで、クライマックスまで進めます。行きましょう。進めていきましょう。あれ？パリーグちょっと、ホークスが。全然離されてない。バッファローズ強いな、オリックス強いな。前回ホークス1位だったね確か。で今回は、あ優勝決まっちゃいましたね。ヤクルト、ヤクルトダントツだな。あでもマジック消えた、マジックついた、マジック消えた、マジックついた、マジック2優勝決まっちゃいましたね。でこんな感じで4位、今回は4位ですね。ペナント。今回は、ちょっと見てみましょう。じゃあ、ちょっと、シーズン終わったんで、記録見てみましょう。順位表が4位。69勝72敗。惜しかったな、クライマックスまで。クライマックスまで1.5? 違う、2ゲーム差か。2ゲーム差。惜しかったな、クライマックスまで2ゲーム差、惜しかった。こんな感じですね順位は、ヤクルトが1位、2位巨人、3位阪神の、横浜、広島、中日、6.5 ゲーム差か。前回よりは差が縮まった感じですね。前回確か2位のチームまで10何ゲーム差開いてたんで、今回はちょっと差が縮まりましたね。交流戦は、あ、交流戦中日強っ。11勝6敗。2位じゃないですか。むしろ惜しかったね、優勝まで。で、広島、巨人、で、横浜。前回の動画見ていただけると分かるんですけど、前回、うちの横浜の方が、勝ってたんですよ。横浜の方がっていうのもおかしいんですけど、セリーグで唯一勝ち越したのが横浜だったんですよ。貯金1だったんですけど、今回借金が8、しかも最下位。これが響いたな。これをもうちょっと買っとけばいけましたね、あれに、クライマックスに。あー惜しい、これは痛いですね。借金8、で投手成績、投手成績はまあ平凡ですね。でもフォアボールがダントツに少ない。阪神言うと100ぐらい違うんで、これはすごいですね。100違えば結構違うんで。で打たれた本塁打も少ない、94で、防御率は 3.36、 投手成績こんな感じですね。で野手の成績が、お打率良くなってますね。打率2割4分4厘の得点495。
ね、本塁打が、すごいね、本塁打。1位になりましたね。打129。で、犠打が130の、盗塁51。で、中日盗塁すごいな。前回も確か1位でしたよ、盗塁数。多分、荒木と大島でしょうね、これほとんどが。でも、それ以外が全部ダメで。で、こんな感じですね。で、個人タイトルが、MVP 沢村賞、新人王、該当者なし。あ、今回全然違う。前回確か山田が、ヤクルトの山田が三冠王だったんですよ。で、今回首位打者の筒香。で、本塁打王がエルドレッド34本で、打点王が山田118、盗塁王が大島48の最多安打が山田184、最高出塁率4割4分2厘で山田、最多勝21勝で、アスカキララで、勝率もアスカキララで、最優秀防御率もアスカキララで、奪三振がアスカキララ、4冠、ショート1人加えるだけで4冠取れちゃう。やっぱショートって大事ですね。で、西武が福谷。これ一緒ですね。西武福谷の中継ぎが、最優秀中継ぎが三上。この辺一緒ですね、本当に。あ、パリーグ、パリーグ。パリーグ、秋山、首位打者秋山。3割5分4。本塁打王が柳田。打点王が中村。で、盗塁王が西川君。で、秋山が201本最多安打。最高出率柳田。この辺もあんま変わんないかな。まあ、柳田が三冠王じゃなくなったってだけです。前回と違って。で、最多勝が西と大谷。西君やっぱすごいな。前回は私最多勝でしたね。で、最高勝率が西。で、防御率が大谷。で、奪三振が則本。で、最多セーブが19で五十嵐。で、中継ぎが比嘉。この辺はあんま変わってないですね、前回と。で、月間 MVP。エルドレッド、山田、ロペス、筒香、山田、アスカ・キララ、小川、ジョンソン、大野、アスカ・キララ。アスカ・キララ頑張ってくれたな。で、柳田、松田、中村、松田。で、バンデンハーク、西、武田、西、大谷、金子千尋。こんな感じですかね。オールスターファン投票。アスカでダントツだもん。アスカ、キララ、大谷、中継ぎ、マシソン、五十嵐、抑えが福谷、内。あ、内くん抑えなんだ。前半、今年のペナントの、本当の方のプロ野球のペナントの内くんすごかったですよね。ロッテの中継ぎ陣。すごかったですよね、本当に。で、捕手が中村と、これなんて読むの？貝？ちょっと勉強不足で申し訳ないです。貝くんですかね。わかんないですけど、ごめんなさい。すいません。で、一塁がエルドレッド・ボクセビック。で、セカンドが山田哲人と田中健介。サード、ルナとレアード。ショート、ルミカと今宮。で、外野が福留、筒香、バレンティン。で、柳田、清田、秋山。で、DH が内川、デスパイネ、ゴームス。こんな感じですね、どうやら。そうですね、で、うちの選手の成績見ましょう。投手で、ショート増えるだけで、ショートが、強くなるだけで、防御率が5ぐらい下がってますね。0.5、0.5 ぐらい下がってますね。投球回数も増えてて。前回196だったっけな、投球回数が20回ぐらい増えてるんで。勝率8割4分。で、21勝4敗。21勝4敗。すごいな。で、登板が26の先発、完封6の完投15、クオリティスタート24。で、クオリティスタート率が 92%、ハイクオリティが22、で、ハイクオリティが、率が84%、奪三振223、奪三振率 9.34、フォアボール率36、で、打者が、打たれた本塁打が6本。で、WHIP が 0.8。失点が39。自責点が37。あと、で、
バッターが、筒香すごいね、やっぱ首位打者。で、ルミカが3割3分1厘の、124試合しか出てないんだ。フル出場してないんだ。そっかそっか。で、127の、2塁打が18、3塁打が3本。で、ホームラン28本。で、打点が59。得点圏打率少ないな。2割8分6厘。で、本塁打率が14。すごいな、戸柱。得点87。三振48。平打点4。盗塁21。宇宙チームだったら、宇宙チームだったらダントツだったんだ。21。盗塁成功率 100%。出塁率が4割6分。すごいな。猛打賞が10回。で、OPS が9割8分。それはじゃあ 0.982。 すごいな。投手、まあ投手は1位で、走塁と守備が上がってますね。前回10何位だったんで、両方とも11位か12位だったんで、両方とも確かこんな感じですね。で、ちょっと余興として、ちょっと余興として見てみましょうか。日本シリーズとクライマックス、ここまでいってみましょう。さあどうなる、日本シリーズはどうなる。オリックスとスワローズ、オリックスが優勝かな。ちょっと今全然見てなかったんで、全然見てなかったというか、ざっくりとしか見てなかったんで、引き分けのスワローを使って、で、オリックス、オリックス、オリックスで、オリックスの4連勝で、で、優勝オリックスでしたね。そうですね、こんな感じですかね。69勝72敗2分け、で、交流戦12位確定。交流戦が痛かったな。交流戦だったらクライマックス出れとったのにな。ちょっともうちょっと皆さんに見せ場があったかもしれないですけどね。惜しかった。今回は、周囲と 10.5 ゲーム差の、ピッチャーとショートを入れて周囲と 10.5 ゲーム差でしたね。2回目はこんな感じです。ちょっとやっぱ成績上がりましたね。次はまた、どこ入れようかな、次。ちょっとこれぜひね、次どこ入れた方がいいか、横浜ファンの皆さん、横浜ファンじゃなくてもいいけど、ちょっと野球詳しい皆さん、どこ入れた方がいいのか、これコメントいただけたらちょっと嬉しいですね。セカンド、ファースト、セカンド、サード、外野。で、キャッチャー。それからもうピッチャーか、中継ぎ。で、先発か、中継ぎか、抑えか。でも抑えはね、山崎いるんで、素晴らしいですからね、新人で、あんだけセーブ、山崎いるんで、これぜひちょっとコメント、どこ入れた方がいいのか、コメントいただけたらね、嬉しいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。